のスボン、スボンです。なんか最近さ、昼間暑いのに夜寒いから天気変。天気が変すぎておかしくなりそう。6月になってから初めての配信。今のこれ、え、な、何今ハロウィン、え、何、何のあれなの、めっちゃ可愛い。一回さ、なんかさ、ここってさ、急になんか赤いさ、ブツブツが現れたりするのね。だから結構トコジラミに刺されたかと思って焦ったことあるんだよね。なんかめっちゃさ、赤いブツブツが点々とできてさ、今もできててめっちゃ痒いんだよね。なんなんだろうね。トコジラミじゃないみたいだけど、トコジラミかと思って焦ったことがある。ありがとうございます。めっちゃ痒い。何なんだろう。めっちゃ赤いし。いや、なんか急に赤いのできる。ありがとう。何このクマ。すごい。あと中ソットの着席だけだから。来てね。こっちゃん過小面になったね。過小面になってないし、なってないし、全然過小じゃない。わかんない、なんか言う。歌はだってもうなんかさ、そのジェストに行って練習とかじゃなくて、自分で練習してるから、頑張ってます。リンチ切れそうな初心者の気持ちで。いや、覚えてますよ、しっかり覚えてますよ。もう代わり、また来てね、待ってるから。制服の上のシンポジ、え、ここ同じだよ。ポジはボイトレの予約は取ってないです。また最後の3枚が、お、ありがとうございます。ありがとう。痩せたいよ、少し。多少は痩せたよ。万華鏡は、いや、そこはここがやってるポジはモモなポジなんだけど、まあ、自分のポジと同じポジなんだけど、あそこは足りないのじて空学的意見いいいってでめっちゃ高くなるから結構大変な歌うところなんですけど、でも頑張ったよ。結構歌ってる。目が、なんか目ボケボケする。でもなんかずっと狼とプライドやってたから、なんか自分が狼とプライドじゃなくなって、その自分
なんか結構前に知っちゃったっていうか知ったんだけど、ガンビットプライドじゃなくなっちゃったの、じゃなくて万華鏡をやるってことを結構前に知ったんだけど、結構前でもないか、結構前でもないわ、そんなこともないか、知ったんだけど、でもなんか万華鏡になって、なんかもちろん万華鏡もその新しいユニットだし、嬉しい、やれるのはすごく嬉しかったんだけど、もともと万華鏡も、ここ万華鏡も自分のポジ一応入ってたから、もともと対比には万華鏡のココがやったポジはもともとオオカミとプライドをやってた時から入ってたからね、もともとそのポジには自分がいたから、いつかはやることは分かってたんだけど、そのポジを、だからフリールの時も、ミカの時も映ってたけど、ここ万華鏡のフリールやってるの映ってたから、みんな多分知ってると思うんだけど、だからそう、もともとだから、まあいつかはやるだろうと自分の中で思ってたけど、まさかオオカミとプライド外されると思ってなかったから、めっちゃ悲しくて、だしなんかトーク会とかでみんなオオカミとプライドをね、やってて来てくれた人とか、それオオカミとプライドやってるのが好きだからとか言ってくれる人とか、なんかすごいいたから、正直オオカミとプライドできなくな、なくなるのがすごい不安だったし、自分でもすっごい悔しくて、スタッフさんもなんでできないんですかって聞きに行ったし、自分で理由を。なんかほんと悔しくて、今まで制服の目公演に出て、まあなんか安定して出れてなかったから、たまに月1か2週間に1回ぐらいしか出れてなかったから、でもそれで「オオカミとプライド」できてて、それがなんかすごい嬉しかったし、ユニットでオオカミとプライドをできるのが、だけどなんかできなくなっちゃって、またいつかできるかもしれなくても、なんかオオカミとプライド、なんかオオカミとプライドじゃなくなって、みんなにどう思われるんだろうって思ったりとか、なんかできないって思われたのかなって思って。なんか、まあでもなんか、なんか違うスタッフさんに、オオカミとプライドやりたかったって言って、でも理由聞いたらって、他のね、他の同期とかにも理由聞いたらって、大岡さんにも相談したけど、それでなんか理由とか聞くのとかあんま得意じゃないんだけど、でもやっぱり納得できなかったから、自分の中でどうしても聞きたくて聞いて。聞きに行って、まあ、理由は別に踊れないとかそういうことじゃなくて、もうなんかどうしようもできない理由だったんだけども、それはもう、だからもうなんか、でも絶対にまたオオカミとプライドを奪い返すから。頑張ります。なんか分かんない。そう、プライド、もう自分のプライドがもう
もうなんか悔しすぎて、悔しすぎてもう それを自分が狼とプライドじゃなくなることを知ってた時はもうなんか辛すぎたけど、まあ、今も辛いんだけど、でもなんか万華鏡をやらせなんかなんて言うんだろう、万華鏡もなんか最初からその自分のユニットが送られてきた時にその自分がそのこの間2日にやったポジションに自分の名前が入ってだから、まあでもなんか入ってるんだったらでもオオカミとプライドと万華鏡をちょっとやらせて、だったらオオカミとプライドもやらせてほしかったっていう思いがあるかなって、なんか。もうなんかわかんない、なんかユニット結構なんか自分的にすごいあのいいポジションしかユニットなんかもうなん か、うん、ユニットいいポジションになんか全部自分の名前があってすごい、その時はすごい嬉しかったけどなんかやっぱりやらせてもらえなくなるのが悔しくて、一番最初にやりたかったし12期で一番最初にやりたかったし、なんかもうそれをやればなんかもっとなんて言うんだろう、もしかしたら自分のファンの人がもっと増えるかもっていう思ってたからこそなんか悔しすぎて、なんかそれをやるためにも歌の練習とか長野帰ってきた時に毎日っていうかあのママとか仕事終わった後とかにカラオケに連れて行ってもらってでたりとか、自分家のなんていうんだろう、そのスイッチからできるのやつがあるんだけどカラオケの、それで練習したりとかしてたけど、そのやつを見てないのに変えられたっていうのが悔しすぎて、なんか。なんか本当になんか悲しかった、ちょっと悔しかったっていう思いがあると、なんかでもなんかいろんなユニットをできるっていうのは本当にいいことだと思うから、万華鏡もやりたかったしいいポジションでやらせてもらえたし、
私にね、あのね、いや、なんかわかんない、オオカミとプライドを最初やってて、それでなんかファンの人がなんか多少多少っていうか少し増えたから、それが嬉しくてなんかもっとやりたいって思っちゃってだからなんか余計悔しかったって思っちゃった。けどでもなんかまあなんか狼をやってる自分をファンの人は好きだって言ってくれてたから、ファンの人にどう思われるんだろうってそう思ってたけど、まあでもみんなが他のユニットでも喜んでくれたからよかったなって思うけど、まあでも どこにいたとしても頑張ります。みんなが他のユニットもやってほしいって言ってくれてなんかよかった。なんかみんな狼やってる子がいいのかなとか思っちゃってたから、勝手に狼だから反撃をやってて、もうみんななんか喜んで、でもどこにいても頑張ります。どんなユニットもなんか何できるか分かんないけど頑張ります。何でも任せてもらえられるように、ありがとう、たま。万華鏡は難しい。体感ないとできないから、あれは本当に難しい。
がとう、タワー。まあどのユニットも難しいと思うけど。でもなんかみんながあのどのユニットでも見たいって言ってくれてよかったです。それが聞けてよかった。まあちょっとそれが心配になっちゃったなって思っただけだから。ちょっと仏像を見ます。今日は難しいです。どれだけかかんなくなる。ありがとうだわ、キスケさんとしんちさん、ありがとうございます。います。13位銀河の踏切さん、12位京太郎さん、11位にゃんたさん、10位くまさん、9位中さん、8位カラムーチョさん、7位ネコンドレイさん、6位津賀さん、5位ポテチさん、4位中 B さん、3位せいのりさん、2位しんちさん、1位きすけさん、ありがとう。頑張ります。アンダーも制服の目公演も頑張ります。みんなの聞けてよかったです。バイバイ。